ラブミーちゃんは日本の競争馬。主な勝倉は2009年の全日本2歳優秀、兵庫ジュニアグランプリ、2012年の東京ズキ。名前の由来は愛人の愛称。ドクターコパの所有馬として知られる。2008年8月20日の北海道、サマーセールサラブレット1歳の部で、ドクターコパこと小林幸明に315万円で落札された。当初は、 中央競馬でデビューする予定であり、立東トレーニングセンターの菅井直介旧者所属で、コパのハニーとして登録された。しかし腰が甘く、ゆったりとした調整を行うため、2009年7月15日に未出走のまま競争馬登録を抹消し、笠松競馬場の流行人旧者に移籍した。その際に、自分を好きになって、自信を持とうよと再スタートの成功を願って、 ラブミーちゃんに改名した。なお、最後にちゃんをつけたのは、バッシュ仲間であった、戸佐真由美が所有していたストンマーちゃんに憧れたためで、ある。デビュー戦は10月7日の笠松競馬場のダート800メートルで、行われた、JRA 認定競争の新馬戦で、浜口く彦が騎乗し2着馬以下を4馬身離して、勝利した。 二戦目の重賞ジュニアクラウンも二着馬に0秒7差をつけて勝利すると三戦目は京都競馬場の特別指定競争の2歳500万円以下に出走し二着のサリエルに一馬身4分の1の差をつけ逃げ切り1分11秒0のコースレコードで優勝した四戦目の11月23日に行われた兵庫ジュニアグランプリもスタートから先頭に立つとそのまま アースサウンドを4分の3馬審査を抑えて逃げ切り4連勝を達成、地方競馬所属馬としては4年ぶり2度目となる同レース優勝を果たす。12月16日、優先出走権を行使して出走した全日本2歳優勝では、北海道2歳優勝を圧勝したビッグバンに次ぐ単勝2番人気に支持された。レース前には、パニック状態に陥り回し馬もできずに、 ゲート裏で待機する状態だったが、ここでもスタートから先頭に立ち最後の直線でもさらに2番手以降を突き放して唯一追い込んできた文部一同に一馬身2分の一差をつけて1分40秒0のレースレコードで J プニー勝利を挙げた。同レースの頻馬の優勝は2005年のグレースティアラ以来地方競馬所属の頻馬に限ると1986年の 大活ラモーヌ以来23年ぶり6頭目、南関東所属以外の牝馬の優勝は初となった。場所のドクター・コパは中央には移籍せず、大歌賞か、ドバイを目指すとコメントしている。2010年1月7日、2歳児の実績が評価され、満票で2歳馬としては史上初となるナーグランプリ年度代表馬に選出された。明け3歳になり、 初戦は2010年2月12日の第34回ゴールドジュニアに出走。2009年10月以来となる地元笠松でのレースとなった。レースでは逃げて直線楽な手応えでメモリーキャップ以下に2審査をつけて優勝。単勝オッズ1.0倍の圧倒的一番人気に応えて6連勝を果たす。その後大賞トライアルフィリーズレビューに出走するが、 初の芝肉戦士、12着と大敗を起死した。その後は再びガート路線に戻り、3月24日に浦和競馬場で行われる大賀賞に出走予定だったが疾病により、出走取り消しとなった。このため、4月14日に船橋競馬場で行われるマリーンカップに目標を切り替えたが、このレースも回避。文物競馬場に滞在して5月20日の、 エトワール賞と6月17日の北海道スプリントカップに出走し、その結果次第で7月4日に函館競馬場で行われる函館スプリントステークスで再度芝に挑戦するという北海道長期遠征のプランが発表された。エトワール賞では北海道競馬の五十嵐不雪が起場。圧倒的一番人気に支持されアンペアの追撃を頭さ振り切り制した。 続く、北海道スプリントカップでは先手を奪って逃げるも、最後の直線で、ミリオンディスク、ガブリンに交わされ3着に敗れた。2度目の芝挑戦となった、函館スプリントステークスでは先段追走も第4、コーナーで交代してしまい、最下位に敗れた。その後、11月26日の笠松グランプリでは4着、12月28日の、 兵庫ゴールドトロフィーでは3着と逃げ粘った。明け4歳初戦は2011年5月3日の柿畑記念に出走した。コースタートから逃げ、最後の直線でセークリムズンにかわされたが3着に粘った。6月1日の先玉杯では2番手につけたが、直線で1杯になり6着だった。6月24日の地方競馬スーパースプリントシリーズ。 名古屋でラウマスプリントに出走し、元中央競馬所属馬の西野コンサフォス、地元実力馬のキングスゾーンらを抑え、46秒4のタイムでレコード勝ちした。続く奈良市のキラット、スプリントでも GS ライカーを一馬身半を抑えて、優勝、地方競馬スーパースプリントシリーズの初代チャンピオンとなった。クラスターカップでは、内枠を利始して逃げたが、ドスライスの3着。 9月28日の東京坂月では2番手追走から直線で早めに抜け出すも最内化。11月3日の JBC スプリントでは2番手追走から直線で早めに抜け出しダッシャー5号、イクリムズンとの争いになったが、数人にかわされて4着に敗れた。12月5日のオッズパークグランプリでは一番人気に応えて勝利。12月28日の兵庫ゴールドトロフィーでは、 真ん中から積極的に逃げたが直線で一敗になり8着に、敗れた。明け5歳初戦は2012年5月4日の、柿畑記念に出走した。3番手につけ、3コーナーでまくりをかけると直線で、セイクリムズンとのデッドヒートになったが、ゴール手前で、大正ジェットにかわされ3着。6月の名古屋デラウマスプリントでは一番人気に個体2着に3馬審査を、付け連覇を果たし、 続く7月の鳴らしのキラッとスプリントも一着して、連覇となった。8月のサマーチャンピオンでは、テイクアベットの二着だった。しかし、10月3日の東京ズキでは、後位から直線で先頭に立ち、体制レジェンドに一番新半の差をつけ優勝。2年10ヶ月ぶりに、ダートグレード競争において、勝利を挙げた。鳴らしのキラッとスプリント連覇と、 東京坂月の勝利が評価され、2013年1月15日2歳、次以来3年ぶりにナーグランプリ年度代表馬に選出された。2013年は地元笠松で開催されたオッツパークグランプリから始動。JRA の福永祐一が起乗し、連覇を達成した。続く黒船賞は6着。東京スプリントでは、セイクリムズンを、 半馬ンを抑えて優勝、ダートグレード競争4勝目を挙げた。6月の名古屋デラウマスプリントでは、安城が主戦の浜口久彦に戻り、単勝1.0倍の圧倒的人気に応え3、連覇を達成。続く奈良市のキラット、スプリントでは、船橋の森タイトに乗り換わり、単勝1番人気に応え、2着のディープハントに小馬身差をつける圧勝で、 同競争創設以来の3連覇を達成した。さらにクラスターカップでは、直線で抜け出すと後続を振り切り優勝、自身4連勝となった。これにより、10勝16勝、内田とグレードを競争を5勝とした。10月30日、JBC スプリントに出走を予定していたが、調教中に骨折し現役引退することが決まった。なお、直後の11月6日に、 浜口が、心筋拘束のため死去している。2014年2月28日に、笠松競馬場で引退セレモニーが行われた。引退要員の右前足の状態を考慮し、ラブミーちゃん自身の競馬場来場は見送られ、レース VTR や近況が放映された。引退後は、繁殖品馬となり、静内の谷岡牧場へ移っている。功績をえ、2014年から、 笠松競馬場のプリンセス特別がラブミーちゃん記念に解消された。ナーグランプリ出展、繁殖品馬情報、メス系情報ラブミーちゃん、ジャビスサーチ。ありがとうございます。